あれじゃないよね。いや、あれかも。いやいや、絶対違う。でも、本当にそうだったら？よう！お前、一人で何ブツブツ言ってるんだ？ん？ああ、気にしないで。私は、フォンテーヌ釣り協会の理事デラロッシ。何か手伝ってほしいことでも？ああ、冒険者のお二人か。ずっと待ってたよ。やっぱなんか悩んでるんだな。オイラたちは超経験豊富な冒険者だぞ。ちょっとだけモラを払ってくれればどんな悩みも解決だ。よかった。ちょうどあなたたちみたいな助っ人が必要だったんだ。最近エリニス島にある釣り場の魚群が消えたんだよ。それも突然だから、私たちが全部釣ってしまったというのはありえない。フォンテーヌ釣り協会の理事としてすぐに調査しに行こうと思ってたんだ。その通り。けどフォンテーヌ釣り協会の理事として他の用事があって離れられないんだ。だから次のセリフは絶対二人に調査を依頼したいだな。そう、まさに。だから二人に調査を依頼したいの。二人は一体何者？童話の占い師みたい。オイラたちは超経験豊富な冒険者だぞ。それならよかった。こういう依頼はあなたたちみたいな人にだったら安心してお願いできる。魚群が消えた原因を調べるだけだろ。そんなに難しくもなさそうだぞ。いや、二人とも油断しないで。フォンテーヌ釣り協会の理事として魚群が消えた原因は水曜のせいなんじゃないかって思うんだ。二人はフォンテーヌ人じゃないよね。フォンテーヌの童話には水の中に住んでいる恐ろしい生き物がいる。その名もトルクシー。大人たちは子供に言い聞かせるの。水辺に行ったらトルクシーに捕まって食べられちゃうぞ。だから水辺には行っちゃダメって。それが水曜だよ。子供を食べる水曜？どんなやつなんだ？私のお父さんは虹色の美しい蛇だって言っていたけど、お母さんはかっこいい顔立ちだったって言ってた。でも人を惑わす太っちょのペンギンだという人もいて、おかしいよね。見た目についてはいろんな説があるけど、そいつが危険だというのは共通認識だよ。白骨に囲まれた水中洞窟に住んでいて、一人ぼっちの子供の気配がわかるんだって。そして
とても美しい歌声で子供たちを水辺に誘惑してわっと一口で食べちゃうの。とても怖いでしょ。うん、確かに怖いけど童話だろ。子供たちを水辺に近づけさせないために作られた。でも童話にもその元となった本当の話があるかもしれない。水に源があるように。根拠とは言えないけど、噂では最近その辺りで子供が何かに取り憑かれたようにぼーっとした様子で水中に入っていったと聞いたよ。これはまさに水妖の仕業みたいじゃない？なんだって？本当に水妖に食べられた被害者がいるのか？ただの噂話だから確認はできないけど、でも事件が発生したエリニュス島はとんでもないところなんだよ。歌劇場もルキナの泉も多くの水脈の源がそこにあって、あとは怪奇な名夢や地底に根を張る巨木、そして人の言葉を話せるビシャップもいるって伝説がある。こんな伝説だらけの島なんだから、恐ろしい水妖が隠れているのもうなずけるでしょ。本当かよ。どんどん怪しくなってくるな。でも被害者が出てるとしたら放っておくわけにはいかないよな。よかった。じゃあその水域をあなたたちのマップに記しておいたから、どんな結果でも自分たちの安全を第一にね。この足跡は新しいな。まさかまた被害者が出たんじゃないだろうな。この近くに他の手がかりがないか調べてみようぜ。また何か音が聞こえなかったか？
タイマー？旅人？ごめん、まだこれをつけたままだった。大丈夫？本当にびっくりしたぜ。ヘルメットをかぶったフレミネだったのかよ。水曜かと思った。水曜？トルクシー、あなたたちも？水曜を調べてる人がいるのか？いや、あなたたちと状況は違うみたいだけど。うん、あなたの命令なら。その人は僕の雇い主。僕がクロックワーク工房で委託販売しているペンギンのおもちゃを気に入ったらしく、天使を通じて僕に連絡をくれたんだ。特別なおもちゃをオーダーメイドしたいからって。ご要望に応えておもちゃの名前はトルクシーにしたんだ。水曜の名前を取るなんてなんだか不吉だぞ。あ、そうだ、フレミネは依頼をあまり受けないんじゃなかったのか？先方には特別な事情がある。プライバシーに関わることだから詳しく話せないけど。でも大丈夫、雇い主が後で様子を見に来るから。あなたたちが頼れる仲間だって伝えておく。もしかしたら何か情報を教えてくれるかもしれない。そうしたら引き続き調査ができるかも。ひひっ、フレミネって喋り方はそっけないけど結構優しいよな。でもオイラたちが水曜の調査をするとは限らないんだ。魚群が消えた謎を調べるのが主な目的だからな。それってそういうことか。最近毎日水中に入ってトルクシーのテストをしてるんだけど、その圧力実験で結構な大きい音が出る。だからその魚たちは僕のせいで驚いて逃げてしまったのかもしれない。それが理由なのかよ。でも確かに辻褄は合うな。もしかして例の取り憑かれたように水に入ってく子供はまさか。僕もそう思う。なんだよ、大事かと思ったのにフレミネが原因だったのか。童話の中の水曜がどんなやつかと思ったけど、とんでもない勘違いだな。ごめんなさい、みんなに迷惑をかけたみたいで。仕事はすぐに終わらせるから、魚たちもすぐ戻ってくると思う。ありがとう。でもこれ以上あなたたちに迷惑はかけられない。何よそよそしくなってんだよ。オイラたちは頼れる仲間じゃないのか。仲間なら仲間らしくしないとな。でも依頼の調査結果を伝えに行かなくていいの？お前は分かってないな。釣り協会は魚群を元通りにしてほしいとは言ってなかった。
けど、もしこの一件が勘違いだったと言ってみろ。また別の依頼を出して、今度は魚群を取り戻してほしいって言ってくるぞ。ひひ、なんでオイラがわかるかは質問しないでくれよな。旅人の言う通りだぜ。だからお前の仕事を早く終わらせて魚群が戻ってくれば、無駄に一回往復しなくて済むんだぞ。そういうことだったの。旅人もそう思う？わかった。あなたの判断なら従うことにする。ついてきて。向こうに僕の臨時拠点があるから。トルクシーはテントの中にいる。簡単な言葉を認識できるから、こっちに来るかどうか名前を呼んでみて。おいてくだな。オイラが呼んでみるぞ。おーい、トルクシー、聞こえるか？もしトルクシーがペンギン町にいたら、ペイルスと仲のいい友達になってると思う。気にしないで。あまり目立たないところにある。おい、トルクシー、こんにちは。お前、挨拶はできるのか？もともとは言語出力モジュールも組み込む計画だったけど、工数を考慮して途中で諦めたんだ。今トルクシーはマザーボードに入力された信号コードを出力できるけど、僕たちがわかる言語に変換することはできない。だから喋れるとは言えない。そんな専門的な話は大丈夫だ。わかったぞ。お前はオイラたちにこの言語モジュールってやつを完成させてほしいんだな。いや、その必要はない。雇い主もその条件をつけていない。これは僕のちょっとした腕試し。二人に手伝ってほしいのは他に二つある。一つはトルクシンのオペレーティングシステムで回路のデバッグを実施すること。トルクシーがどんな状況においても問題なく動作できるようにね。なんか難しくなさそうだな。じゃあ二つ目はなんだ？二つ目も簡単だ。トルクシーの武器を作るために水中で採食貝殻、サンゴといった材料を探してほしい。武器まで？トルクシーは戦闘もするのか？うん。トルクシーは凛々しい王子のように武器を高く掲げて前進する。これは雇い主のリクエスト。お前の雇い主は変わってるな。トルクシーに水曜の名前をつけておいて王子の姿にしてほしいって。水曜であろうと王子であろうと、トルクシーの誕生の目的に変わりはない。彼はペールスと同じく人に寄り添うために生まれたんだ。言ってるぞ。
が分かるのか？トルクシーはいくつかのキーワードに反応するんだ。でも自己翻訳モジュールがないから、申し訳ないけど交流はまだできない。残念だ。まあいいや、早く作業を始めようぜ。そうだな、回路のデバッグから始めるか。拠点の中で完結できそうだ。マザーボードは僕の工具台の上にある。ついてきて。ここだよ。ここにデバッグマニュアルがあるから、わからなかったら見てみて。今試してみる？失敗しても気にしないで。替えのマザーボードはたくさんあるから。うん、あなたならきっと大丈夫。やってみて。マザーボードはすぐそばの机にあるよ。
これくらいの仕事は簡単にこなせちゃうみたいだね。ひひ、オイラたちはこういう仕事をたくさん受けたことがあるんだぞ。じゃあ次は水辺に行こう。さっき言ったように水中で彩色貝殻とサンゴを探すのが目的だよ。そうだ、あなたたちはフォンテーヌの水中環境には結構慣れてるよね。なら大丈夫。気分が悪くなっても慌てないで。僕がずっとそばについてるから。そこだよ。そこに僕たちの探索に役立つものがある。これは小玉ホラガイ。水中の特殊な反射波を感知して水中の探索、捕獲作業にも役に立つ。よかったら試してみて。何か変わったところに気がついた。それがおそらく小玉ホラガイが反応したものだよ。探しに行ってみよう。これくらいで十分だね。拠点に戻ろう。水中でこんなに長い間、お疲れ様。あら、フレミネさん、帰ってきたのね。水中に行ってると思ったわ。ジュリア・ドストレ夫人、すみません、お待たせしました。トルクシーの進捗は順調です。急がなくて大丈夫よ。
私は雇い主であって現場監督ではないのだから。あら、こちらのお二人は？二人は頼れる仲間です。手伝いに来てくれました。ええ、わかるわ。頼れる人のそばには頼れる人がいるものよ。ジュリア・ドストレ夫人、こんにちは。お前がフレミネの雇い主なのか？オイラはパイモン、こいつは旅人だ。あら、こんにちは。大きなお仲間と小さなお仲間さん、二人とも可愛いわね。屋根裏にいる小さな妖精さんみたい。私のことは気軽に名前で呼んでちょうだい。ひひひ、本当か？もちろんよ。もし私の子供にもあなたたちみたいなお友達がいたら、水曜のストーリーにのめり込んだりしてフレミネさんに手間をかけさせたりしなかったかもしれないわね。水曜のストーリーにのめり込む？私のことを何も知らないのかしら。フレミネさんがもう話したものだとてっきり。フレミネは夫人のプライバシーだから詳しくは話せないって言ってたぞ。そうだったのね、フレミネさん。思った以上に信頼できる人ね。お二人も今回の件を手伝ってくれるのなら詳しく話してもいいと思うわ。今後の進展にもつながるかもしれない。でも許可なしに他人に愚痴をこぼすのはちょっと失礼な気もするわね。あなたたち聞いてくれるかしら。ジュリア夫人、困りごとがあったら何でも話してくれ。オイラたちのことを可愛いって褒めてくれたし、オイラたちもどうにかして夫人の悩みを解決するぜ。あら、本当に可愛らしい妖精さんね。どこから話せばいいかしら。水曜の物語について二人はもう知っているわよね。子供を安全なところに置くために水辺に行くと水温に捕まるという話を大人たちが作り出したの。でも私の子供は変わっていて、みんなが怖がるトルクシーに夢中なのよ。水温に夢中？すごいことだな。ええ、こうも言っていたわ。みんなは水曜を誤解しているだけかもしれない。水曜は寂しくて子供たちに歌を聴かせたいだけかもしれないって。だからうちの子はよく一人でこっそり水辺に行くのよ。水曜が孤独だから友達になろうってことか？誰も思いつかないような考えを持ってるんだな。ありがとう、パイモン。確かにみんなとちょっと違うわ。だからまだ8歳なのに孤独病を患ったの。
ええ、一種の心理的な病よ。孤独病の患者は時々深い孤独を感じて、いろんなことに対して興味を失ってしまうの。これもあって水曜と友達になりたいのかもしれないわ。そんな、その病気は深刻なのか？もしパイモンが旅人に一日千個と喋ってるとしたら、病気を患うと一言二言しか喋れなくなるかな。それはダメだ。早く医者を呼んでその病気をやっつけないと。オイラはこいつと毎日少なくとも2000ことは喋りたいんだ。一言も減っちゃダメだ。私のかかりつけ医がもう見てくれているわ。でも症例が少ないからいい治療法がずっと見つからないの。最近になって新しい症状も出てきて、例えば制御不能型幻想とか。それってなんだ？制御不能型幻想、つまり幻覚や幻想に陥ることを制御できず現実と混合すること。じゃあ幻想で何を見てるんだ？子供が幼い頃によく見ていた夢の話よ。最近その断片的な独り言を記録してみたんだけど、こんなお話なの。すごいな。これ全部夫人の子供が幻想で考えたことなのか？トルクシーのために可愛い童話世界を作って、美しい夢みたいだな。でも美しい夢は長続きしないわ。その後この物語に変化が訪れたの。どちらかというと孤独病のせいでこんなひどい幻想が見えるようになったという方が正しいのかな。でも本当に恐ろしいのはお子さん自身が
だんだんこの童話の世界に陥ったということ。あの子はかわいそうなことに幻想と現実の区別が曖昧になって、自分をトルクシーだと思うようになったの。もしかしたらその子が長いこと感じてきた孤独は、全てを失った王子の孤独と同じなのかもしれない。え？それが制御不能型幻想なのか？早く直してあげないと。あの子は大半の時間現実から隔離されているの。かかりつけ医と話し合った結果、今はあの子の幻想を導くところから始めた方がいいってことになったわ。あの子は昔、幻想の世界を絵本に書き出そうとしていたの。病気のせいで1ページ目で止まってはいるけど、この絵本が突破口よ。はい、二人とも見てみて。夫人の子供もトルクシーがペンギンだと思ってるのか。なんだか悲しそうに見えるな。だから次にやるべきことは、あの子のためにこの絵本を完成させることよ。私たちが書くのは、仲間たちの助けによって水曜王子は王国を取り戻したという話。私たちが孤独と悲しみを追い出して、世界は希望であふれているんだとあの子に感じてもらうの。これが幻想を導くということよ。でも絵本を完成させたいだけなら、なんでフレミネにトルクシーを作ってもらう必要があるんだ？なぜなら私たちはこの絵本に真剣に向き合わなければいけないからよ。まるで本当に起きたことかのように。だからトルクシーと一緒に旅を始めて水曜王国を取り戻すの。でも私の子供はもう遠出ができない。だからフレミネさんにトルクシーの制作を頼んだの。そしてトルクシーとの旅を絵本にするつもりよ。ああ、代わりってことか。ちょっと分かってきたぞ。ジュリア夫人は思いをそこに詰め込んでるんだな。でも水曜王国はどこを探せば見つかるんだ？サラシア海原の水中には遺跡があって、フレミネさんに捜索を頼んだことがあるわ。その遺跡を水曜王国ということにするの。おお、水曜王国大冒険の劇みたいに、遺跡の魔物を追い払えば水曜王国の魔物を追い払ったということになる。そういうことだよな。違う、これは劇じゃない。ジュリア夫人が言ったように、この件には真剣に向き合わなければならない。真実として捉えなければ真剣とは言えない。じゃあ芝居を本当に再現するということか？いや、没入型冒険ということか？それも違うな。まあいいや。何にせよ、オイラたちは手伝えると思うぞ。そうだよな。大丈夫よ。みんなそんなに深刻にならないで。大したことじゃない。あの子はきっと夢が好きすぎて、まだ夢から覚めたくないだけだと信じているわ。
ジュリア夫人。ポジティブにね、みんな。私たちまで落ち込んでいたら患者さんもきっとめいっちゃうわ。さて、そろそろ時間だし、私は家に帰って子供の様子を見ないと。子供にもっといい環境で療養してもらえるように一時的にあの丘の上に引っ越してきたの。水辺から遠くないし、視野も開けているわ。もし急用があれば私のところに来てね。わかりました、ジュリア夫人。そういえばこの二人の助力によりトルクシーの進捗は早倒しになって、明日には完了できる見込みです。それは素晴らしいわ。みんなありがとう。それなら水曜王国への出発は2日後、集合場所はここでどうかしら。じゃあみんな、また2日後に会いましょう。ジュリア夫人はポジティブで強い女性だな。でもフレミネ、ジュリア夫人のやり方は本当に効くのか？テントに戻ってから話そう。さっきジュリア夫人がいて話せなかったことがある。できれば二人にはちょっと心の準備をしておいてほしい。こういう患者に会うのは初めてでしょ。あなたが強くてきっと全力で助けてくれるのはわかるけど、この病気がもし。もし僕たちが望むような結果にならなかったとしても、それを受け入れて、どうか自分を責めないでほしい。フレミネ、突然どうしたんだよ。さっきジュリア夫人とポジティブにって約束したじゃないか。ポジティブじゃないわけではないんだ。ただ。お前さっきから、自分は分かってるみたいな感じで。あ、もしかしてお前も？いや、誤解しないで。違うんだ。僕はただただハウス・オブ・ハースに入った後、前院長の時代に見たことがあるから。彼らによるとこの病の要因は複雑なんだ。いろんな説があって、遺伝や心理的問題、環境、地脈の乱れの影響だとか、魔人の残滓のせいだという人まで。僕が知ってる症例の中でいい結末を迎えられた数は決して多くない。最悪の場合、患者は僕たちの元から去ってしまう。だから、最悪の結末を受け入れられないのであれば、あなたたちにはここで手を引いてほしい。そのことで苦しんでほしくないから。しないぞ。わかった。
じゃあこの真実の幻想冒険を一緒に完成させよう。よし。でもさっきも聞いたけど、その病気がこんなに厄介だったら、この方法って本当に効くのか？作ったおもちゃをトルクシーとみなし、遺跡を探して水曜王国とする。その冒険を絵本にして患者に見せる。僕は聞くと思う。その子が幻想を見てるのは自分自身を救おうとしてるからだと思う。けどそれを制御する力がなくて、心の中の王国が崩壊してるんだ。でも僕たちが幻想を制御してあげて、孤独病の子がまた話せるように、暗い世界から逃げ出せるように手助けしてあげたら、きっと事態も変わってくる。そう言われると確かに筋は通ってるな。フレミネ、どうしてそんなことがわかるんだ？僕もその子と同じように童話の世界に幻想を抱いたことがあるんだ。そこで僕はたくさん助けられてきた。だから僕は思いの力を信じている。え、覚えてたんだ。ペンギン町ってなんだ？おいら覚えてないぞ。それも童話の世界なのか？教えてくれよ。おいおい、なんで突然それをかぶり出すんだよ。そのこれは僕のちょっとした習慣だよ。気にしないで。とにかくペンギン町は静かな町で、そこにはペンギンの住民たちがたくさん住んでいる。彼らはみんなクロックワーク玩具の製作が得意なんだ。そしてペールスは凱旋の英雄。町で静かにみんなを守っているんだ。ペールス？でもペールスはお前が作ったんじゃないのか？僕はよく思うんだ。もしかしたら僕がペールスを必要としているのをペールスが感じ取ったから来てくれたのかもしれないって。だから僕がペールスを作ったんじゃなくて、ペールスが僕を選んだんだ。まずいぞ。なんだかフレミネも制御不能型幻想になってるみたいだ。いや、僕は現実をはっきりと認識できる。ただそれと同時に、この幻想の童話世界も存在しているんじゃないかと思ってるんだ。僕たちが簡単には見つけられない隅っこにあって、特殊なタイミングでのみ僕たちのそばに降りてくるって。特殊なタイミング？そのヘルメットをかぶったタイミングか？時々、たまに。本当かよ。おいら適当に言ってみただけなんだけど。水の中から外を見たことはある？まるで違う世界に隠れて元の自分たちの世界を観察してるみたいなんだ。その感覚はとても特別で、少し不思議で、安心するような気分にもなる。
潜水用ヘルメットをかぶるのも同じ。こうすることで何か素敵なものが見える。童話がこの瞬間だけ現実になるような奇跡みたいに。奇跡？あなたの命令なら。おい、今そんなことしてる場合じゃないぞ。フレミネはトルクシーの武器を作るのに時間がいるんだからな。そう、パイもリマインドしてくれてありがとう。武器を作る道具を集めて明日までに完成させないと。ヘルメットならまた機会があるはず。旅人、パイモン、手伝ってくれてありがとう。僕は先に行くよ。また2日後、ここに集合しよう。What?